女子鉄マホロとアンズパイ。皆さんこんばんは。ナビゲーターの女子鉄 VTuber マホロです。阪神電車の尼崎駅で本線の急行から阪神難波線の快速急行に乗り換え、今回は阪神難波線の快速急行に乗って西九条駅へ向かいます。ただいま連結作業中。夜の連結作業は2022年12月のダイヤ改正で廃止となりました。今回はダイヤ改正前に撮影しています。ここからは画面下の副音声テロップでご案内します。Thank you.
西九条駅に到着。天ヶ崎駅を遅れて発車したのに、ダイヤに余裕があるようで、西九条駅でしばらく止まっていました。発車を見送ります。それでは改札口へ。今回の阪神難波線の車窓旅はいかがだったでしょうか。天ヶ崎駅を遅れて発車したものの、西九条駅ではしばらく停車するほど余裕のあるダイヤだったようです。天ヶ崎駅の連結作業もダイヤ改正後は朝しか見られなくなりました。ダイヤ改正で廃止されてしまった阪神電車の謎なダイヤに関連する動画をまだまだ公開予定です。ぜひチャンネル登録と通知のオンをしてお待ちください。この後、阪神電車の駅と直結している JR 西九条駅へ向かいました。ご案内はナビゲーターの女子鉄 VTuber まほろでした。広告なしの鉄道車窓動画始めました。この度車窓に特化したメンバーシップが始まりました。ご登録はメンバーになるのボタン、もしくはこの動画の説明欄の URL から登録できます。